こんにちは。プリマーザル10番クリニックの大場です。本日は当院で行う流鼻術ですね、鼻を高くする手術について、説明をさせていただきたいと思います。流鼻術といいましても、多くの場合はですね、鼻中隔延長術に流鼻術に、眉間プロテーゼですね、ここから鼻のセンターラインを整える一連の術式として行うことが多い術式です。ただ、鼻先は変えなくてもいいよ、この部分だけ高くしたいなという場合はもちろん流鼻術単独で行うこともありますし、眉間から鼻先までの手前までをですね、I 型のプロテーゼとして用いて、行う場合も、多々あります。この部分はですね、自家組織で行ったり、あるいは注入で行ったりして、高くすることも可能なのですが、私どものクリニックでは、この一体型の I 型のシリコンプロテーゼですね、あるいはゴアテックスという素材のプロテーゼを用いて行うことが多いです。この鼻先自体は、耳の軟骨を使ったり、あるいは肋軟骨を使ったり、そういう自家組織を用いて高くする、向きを変えるというのが安全なんですけれども、この鼻先から上の部分に関しては、すごく、人工物ですけれども、自由度が、高いですね。で、細くしたり太くしたりですね、あるいは、高くしたり低くしたりで、この位置をちょっと出したり、あるいはちょっと反らせたりといったデザインがですね、比較的自由にできますので、そういったシリコンプロテーゼだったりゴアテックスを好んで用いております。実際なんですが、プロテーゼ自体を入れるだけであれば鼻の中だけを切ってですね、オープンアプローチではなくてクローズドアプローチから行います。鼻中隔延長術と一緒にやる場合はですね、やはりオープンアプローチから、展開して、鼻をセンターラインをトータルで整えてまいります。こちらが、CT から作成した骨格の模型ですね。精密に再現される大きさも形も同じものができます。で、その模型を用いて作成したシリコンプロテーゼのサンプルです。境界も分かりにくい、非常に触れにくくて分かりにくい、曲がりにくく、ずれにくく、そしてデザインもここからここまで高さを何ミリと指定してですね、作ることができます。オーダーメイドプロテーゼの、作成にあたり、まず CT を撮影します。で、撮影した CT はすぐに診察室の画面でですね、このように見ることができます。で、その厚み自体はこの、面でですね、参考にしながら、この辺も厚いですね。ちょっと測ってみますね。ここが大体5ミリぐらいあるのかな。こういったデータを参考に、オーダーメイドのプロテーゼの設計図を用いて、実際のシリコンプロテーゼを作成いたします。はい、それではですね、実際、オーダーメイドのプロテーゼを用いて鼻の修正を行ったモニターの方をですね、共覧させていただきたいと思います。この方はもともとゴアテックスのプロテーゼが入って、いてですね、高さを出しているわけですけれども、ちょっと残念ながら曲がって入ってしまいました。それでその曲がりを整えつつ鼻先への高さを維持して直したいと、そういうご希望から当院で手術を行いました。手術は、オープンアプローチからですね、ゴアテックスのプロテーゼを取り出して、で、あらかじめ CT のデータから作成しましたオーダーメイドのプロテーゼを挿入して、整えております。はい、手術後6ヶ月の経過ですね、とても鼻の曲がりが矯正されてまっすぐに見えるようになりました。患者さんもとてもご満足されております。
龍美術についてですね、鼻を高くする手術に、について、何かご質問とかですね、些細なとでも結構です、あればですね、ぜひ当院までご相談にいらしてください。ご視聴ありがとうございました。